それでは、地の祝祭に向けて、前歴のトーマスモンスターリストの豆知識を確認していきましょう。前回まで、物質系の、ストーリーボス、ね、を見ていっていたんですが、前回でバージョン 6.4 最新のところまで来ましたので、今回から、サブクエストかな？サブクエストの、ボスを見ていくことになると思います。というところでね、まあ、引き続き、まあ、バージョン1とかその辺、今回ね、バージョン1あたりからの、クエストのボスになると思いますが、まあ、引き続きネタバレとご注意いただければと思います。で、こっからかな、戦争の闇。これからね。戦争の闇、オルフェアの街。ユノに嫉妬したエゼルの中に生まれた心の闇。自分を見て欲しくて暴れ回り、相手を束縛してしまうのだ。ユノ、エゼル。オルフェア。全然覚えてないな。でも、オルフェアの外伝とかかなぁ。全然覚えてないなぁ。ユノ、多分ね。自分を見て欲しくて暴れ回り、相手を束縛し、毎日ピカピカに磨いているのに、ガラス玉なんてひどい。そんな不満が姿を形作った。乙女心は傷つきやすいのだ。ちょっと覚えてないですね。まあ、またね、オフラインもやらないといけないんですが。いずれやりたいです。夢の追って、かつてコゼットの命を奪った追っていたりするロギアの恐怖が具現化して生まれた悪夢からの追跡者。これは、あれですね、神話編のクエストですね。コゼットちゃん。ロディアさん。まあ、この辺の話も、いずれ、ソルティアの歴史で取り上げようと思っているんですが、ちょっと、このところ私あんまり詳しくないんですが。確か、もともと500年前ね、500年前のグレ、ね、エルエルさんが、なんだっけ、ネル、ちょっと、バージョン1の話、うまく説明できないな。まあ、500年前の世界に、グレンに行くわけですけど、まあそこに住んでいた人たちが、まあ、オーガの人たちに、まあ、グレンの町を返すことになって、まあ、人間種族の人たちが、まあ、新たな国を作ろうということで、グレンの南の方かな。行って新しい国を作るんですが、まあ、その国で起こった、まあ、悲劇みたいな、そんな感じだったような気がする。ちょっとまあ、いつになるかわかりませんが、まあ、それての歴史、まあ、多分、第120回目とか150回目とか、相当先になりそうな気がしますが、まあ、いずれね、扱うつもりなので、お待ちいただければと思います。で、この、魔物の元となった追っ手が、なぜ、ロディアとコゼットを狙っていたのか、その鍵は二人の過去にあるらしいと。ということで、私は今のところよくわかってないので、まあ、いずれ、いずれ、アソルティアの歴史の方で、取り上げたいと思います。魔人スピンドル。これは、ね、オフラインのところで、ね、やりましたので、記憶に新しい。
なんとスピンドル兵士長が魔物と入れ替わった。本人とは比較にならないほど素早く動き、力も強い。現役時代のスピンドルはこの魔物よりはるかに強く、おまけに美形だったらしい。時の流れは残酷だ。うん。ということで、まあ、もともと、ね、スピンドル兵士長、今ね、丸々と、ね、大柄になった、大柄の人ですけれども、もともと、ね、美形で、なんだっけ、ね、なんか、なんとかの花みたいな。二つ名がついていた。そうですが、まあ今ではああいう姿になってしまった。それでも、まあなんかバージョン5の最初のムービーとかでね、指揮を取って、バリリア様の軍隊と戦ってたりしたんで、今でも一応、指揮とかはできる。こんな感じなの？同じ体型のメルーコーがね、未だにめちゃくちゃ強いんで、スピンドルさんも、本気合戦は結構強いのかもしれませんが、どうなんでしょうね。はい。魔人兵士。ラズバラの基盤の策略により、ガートラントの兵士と入れ替わった魔物たち。その正体はぬいぐるみ。うん。で、これ結局ピュージュだっけ？ピュージュの策略だったんだよね。ガートラント兵士たちの間にも意外とチョコシンぬいぐるみは広まっていたらしい。ファンシー好きが多いのか。うん。まあ、オーガー、だからこそ、ガートラントの屈強な兵士だからこそ、まあこういうファンシーな、ね、チョコシンのぬいぐるみね。ああいう人形が、に人気が出るのかも。ビッグバン石。あ、ビッグバン岩か。インクスのオフィス。インクス。まあ、メガルーラストーンの、あの人ですね。メガルーラストーンクエストの。奇妙な異空間で出会った謎の巨大爆弾岩。その爆発の威力はビッグバン級。うん。決して自暴自棄にあることはなく、爆発の欲求を耐え抜いた我慢強い爆弾岩だけがビッグバン岩になれるという。うん。ビッグバン岩、どこで出てきたのかな？ちょっとよくわかんないけど、まあ、リンクスに騙されて、戦わされたみたいな感じだった。援護の要請。偽りの五行の塔、うん。これ、多分あれだよね。忍者の塔の、忍者クエスト、なんとか博士。ずっともの、博士の。偽りの赤き炎合の塔かな。似た正体不明の惑星魔人。寝起きの機嫌はとことん悪く、炎や爆発で辺りを焼き尽くす。うん。身にまとった国運は5000年間眠り続けても快適ね、と約束する。ふんわりふかふかの特注品。うん。これもあんまよくわかんない。忍者クエストね、これ5000年前のことを調べていたから5000年も頑張り続けてもみたいな。そういうことなのかな。ね、バージョン2時代のサブクエストですが、実はバージョン4の伏線になっていたと、感じのクエストです。はい、ザ・ホール。これはちょっと見ながらか。不思議な壺屋の中にしまわれた呪いや魔性の集合体。驚異的な吸引力で物ばかりが魔力さえも吸い込む。うん。ということで、これは、ササラナさんの、生理術の
ベースとですね。で、なんか生理術の極意を掴むために、なんか不思議な壺を、まあ、ササラナさんのお母さんが、なんだっけ。森奈良の支部長さんに預けたっていう、壺を、不思議な壺を守ってこいみたいな感じで、それを開けたら、そのザホールと戦うことになったみたいな感じだった。舞台文句によると、ザホールは吸引力の落ちないただ一つを魔物。まあ、ダイソンですね。ただし、何と比べたかは不明。よくわかりませんが、まあ、こんな感じだと。ところで。まあ、今回ここまで。で、次回は人食いドールからかな。では、どうもありがとうございます。